前半なんですけども、得点シーンが、まあ、しっかりボールをつないで素晴らしいゴールを上げてたと思うんですけど、あの得点に関していかがでしたか。そうですね、その前にも最初もキリュウがフリーでちょっとシュート、まあ、キーパーをぶつけてしまったんですけど、形は作れていたんで、まあ、でも前半風上を取って、それはもうキャプテンに東水に任せていたので、どっちを取るかは風上になったということで、前半にとにかく勝負だなと思っていて、まあ、1点じゃちょっと本当は自分の中では2点、まあ、せめて2点は欲しかったんですけど、まあ、それでも1点取れたということがすごく大きかったですね。得点されたあの岩内選手なんですけども、はい、まあ、右サイドで、まあ、広めに張ってるイメージがあったんですけども、後半このセンターに置いたというか、あのポジションに移動された形です。そうですね、あの長里を外して田中を右に入れて岩内を前に押し出した、まあ、あれはもうあの風下で1点リードで、少しもちろんあの点は追加点は狙いつつも、守備固め、完全セーフティーにというところで、とにかく裏、裏へ裏へという指示は出して、まあ、選手もやろうとしてたんですけど、それでもなかなか裏まで届かないという恐ろしい展開だったので、元日に向け、あと実戦を、まあ、今、ベストだったんですけども、その実戦に向けて、意気込みをお願いします。そうですね、もう一戦一戦大事に戦うっていうのをテーマに今年1年頑張ってきたので、それが変わらないというところで、相手が準決勝の新潟さんで、あってもどこであっても本当に自分たちがやるべきことは変わらない、一戦一戦大事に、また本当に皆さんにも大勢見に来てくださる方とか、メディアの方にもベレーザ面白いよねって言ってもらえるようなサッカーをして、ぜひ元旦に行きたいなと思います。